君のことが忘れられない。君に会いたい。2005年4月15日。この日、初めて君の笑顔に目を奪われた。僕の中に何かが起こった。まるで虹の光が心に差したような。この感覚は今も僕の胸に残っている。君への熱い思いとなって。でも、気になるのは君がどう思っているか。もし僕たちが一緒でいない方がいいと思うなら、そう言ってほしい。君の心が知りたい。まだ雨の日に虹を輝かせようとしているのか。それとも、その虹はもうとっくに光をなくし、知らぬ間に消えてしまったのか。答えを聞かせてほしい。Thank you.